昼間に大学に行き、夕方は夜間の専門学校に通っています。始めたいスポーツがあるのですが、大会に出て優勝するレベルにまでなりたいので、1年間休学をして打ち込みたいと思います。やはり就活に悪影響でしょうか？悪影響出るとすれば軽減する方法はありますか？なんで大学と専門学校両方行ってんだろう？とりあえず専門学校やめられないんじゃないですか？で、まあ、自分が本当にやりたいんだったら、全然それでいいと思います。で、なんか、例えば、まあ、休学でも、その留年でも、ちゃんとしたその、スキルがあったりとか、働けるね、この人っていうのが面接で伝えられるのであれば、1年ぐらいはそこまで悪影響ないですよ。キャリアが止まることみたいのを意識する人が結構いるんですけど、まあ、昨日、その、ツイッターで漫画を共有したんですけど、その漫画の方にあった、その、育休を取るかどうかっていう話で、まあいい会社なんだけど、育休を取ると、会社の出世コースから外れるよっていう話があったんですけど、要はその、育休を取るようなやつが会社に増えてしまうと、会社で休みを取るやつが増えてしまうので、育休を取るやつは出世させないっていう、その、モチベーションが会社組織には働いたりするんですよね。で、まあ、それは仕方ないことだし、まあ、その、育休取らせたくない、なぜならみんなに働いてほしいからっていう会社のノリも当然なんですけど、で、そこでそのキャリアが、出世しづらくなるは当然なんですけど、そこである誤解が、その会社転職すればよくねっていうのをみんな忘れがちなんですよね。要はその、本当に優秀だとしても、その会社では出世できませんってなるんですけど、じゃあ1年間育休取りました。で、復帰しました。で、転職するときに、育休取ったって言わなきゃいいんですよ。言わなきゃわかんないから。要はその、じゃあこの会社に10年間在籍してました。で、転職したいです。で、スキルはこれを持ってますっていうと、1年間育休したなんて分かんないので、単に10年間働いた人だよねっていうだけなので、で、こんなスキルがあるんだったら、じゃあこの給料でどうでしょうっていくので、なのでその、キャリアが止まるとか、その、キャリアアップにおいて育休するべきじゃないとか、なんか1年無駄にするのかみたいなのがいるんですけど、そういう時は、へいへいって言いながら、とりあえず休んで、転職すると、何の問題もなく転職できたりしますよ。